イエット中のケンイチです。もう毎日糖質制限で腹7分8分目を、まあ、この目標として食事制限をしてるんですけども、もう毎日体重は測るんですけども一向に減りません。まあ、さっき測ってもなかなか減ってません。何グラムとしては落ちてるんですけども、ほとんど体重は落ちてない状態です。そんな中なんですけども、一旦ダイエットを中止します。すいませんっていうのはですね、明日イベントがありまして、イベントでジュースとかなんかこういろんなワインやらサンドイッチとか、まあ、美味しい食べ物が、まあ、いっぱい食べ放題っていうことなんで、もうそのイベント行ったら食べたらダメでしょ。そういう時そのイベントを楽しもうということで、もうその日もうその時だけダイエットのことを忘れて、もう思いっきり飲んで食べたいと思います。帰ってきたらまた糖質の制限をしていってダイエットまた再開していきたいと思います。で、そのイベントというのは明日2015年5月13日水曜日、 YouTube 主催の、皆さんも知ってると思いますけども、 YouTube 主催って言うたら大体東京の方は六本木ヒルズ、なんか大きい六本木ヒルズで、まあ、トップ YouTuber の方がいっぱい集まって、で YouTuber の方がお酒飲んで喋って、まあ、交流をするというバーなんですけども、今回初めて、まあ、この関西でする、その場所は渦政です。YouTube スペース東京ハッピーアワーイン渦政というイベントに行きます。妻と二人で行きます。ということで明日の晩は、京都渦政でいっぱい飲んで食べてどんちゃん騒ぎできたらなと思ってます。まあ、どんちゃん騒ぎはせんかな。 YouTube スペース東京ハッピーアワーイン渦政の様子は、まあ、Twitter で写真で流していきたいと思いますので、よろしければ Twitter のフォローお願いします。ケンイチでした。